徳大寺サネサは、平安時代後期から、鎌倉時代初期にかけての苦行、家人。右大臣、徳大寺金吉の長男。かには、正二位、左大臣。百人一首では、後徳大寺左大臣として知られる。栄治元年に三歳で、助赦、工治三年一月二十八日に、おばの夫にあたる藤原頼長の屋敷で元服する。以降、順調に昇進を重ねて、 方言元年9月に左小野江県中条に任ぜられ、11月9日に13位に上されて苦行に列した。方言3年に正三味県中納言に任ぜられた。この年、後白河天皇の姉である元古内新郎が皇后とされると皇后旧県大部に任ぜられた。英略元年に正官の中納言に転じた。長官2年には県大納言へ上り、 翌く永万元年これを辞して、正任位に上されている。これは、古今著文集によれば、同館で腰司会された藤原実長を超え返すために行ったものだという。ところが、その後12年間にわたって3位に置かれた。中村文は、当時の特大寺家と平家が競合関係にあり、平野清盛が実定。 実家兄弟を政治的排除の対象にしていたことを指摘している。自称元年3月には大納言に勘認し、12月に左この絵大賞を兼ねた。この字幕に関して、平家物語は、実帝が平野清盛の道場を越うために、五福島神社に参詣したためと伝えているが、実際に実帝が五福島を参詣したのは、この2年後の自称三年三月のことである。また、 当時の貴族の間で、五島三景が流行になっており、平家との関係に関わりなく多くの貴族が参詣している。樹影2年には内大臣となる。同年11月に、源義仲が宝珠寺合戦によって政権を奪取した際には、実定は夢中で公務に就けない、事実上の休職中だった。これに目をつけたのが、折下も義仲と結んで、 政権奪回を画策していた全官白の松戸の元房で、元房はわずか12歳の着死、鹿を富士市長者とするために、実定から一時的に内外人の職を仮官する形で鹿の折触内、大臣就任を実現させた。しかし、翌年1月には吉中が廃止したことで、元房鹿府氏は失脚、実定はまた関する。文治元年10月、 源義経と後白河法皇による源の頼朝追悼戦時発給に一度は賛同したものの翌月には義経は都落ちする。その後意外にも他ならぬ頼朝の推挙で偽装苦行に指名された。文治2年10月に右大臣、文治5年7月には左大臣となり九条金実の片腕として懲爆官の取り次ぎに奔走した。 あと、徳大寺左大臣は、祖父の徳大寺佐義が、徳大寺左大臣として知られていたことに由来する。だが、左大臣就任後は、病気がちとなり、大臣の辞任を引き換えに、後継者である三男、金継ぐの参議任命を望むようになる。研究2年6月20日、病のため官を辞して、出家、法名は女園。7月17日に、実定の希望通りに、 金継が三義に任せられた。同年ウルー十二月十六日に皇居した。去年五十三。その死について、あずまは、幕下ことにため息したまう。関東有書あり、日来おもんぜらるるところなりと書いてあり、よりともの信頼ぶりがうかがえる。小倉百人一首八十一番、あと大寺、左大臣鹿還元に優れ、教養豊かな文化人だったと伝わる。 また文才があり辞書、受英年間の行行に関する記録の小6、庭園受賞を残した。他にも、手の平箱古歩、小10巻の著述が存在したらしいが、現存していない。著文集129に、風月の祭人に優れと記されるように監視をも、よくしたが、特に和歌の才能に優れた。年月日の、住吉者歌合わせ、辞年の、 右大臣、藤原金三根や百首など、多くの歌合わせ、加階に参加している。実定の歌集を、林下集といい、潜在和歌集、新古今和歌集以下の直線集にも73首が、日集している。なお、実定の和歌活動は、平家との政治的競合に敗れて、3位に留め置かれ、人臨を余儀なくされた永満寺少年間に、集中している。しかし晩年は、 作家にあまり精力的ではなく、精進を怠ったことを後に、年へに批判されている。あと特大寺左大臣に関するカテゴリー。ありがとうございます。